魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回は速報です。現在 IIJ ミオで実施中の乗り換え応援キャンペーンの特価セールに対象機種が追加されたのでお知らせいたします。このチャンネルではスマホやタブレット関連の情報を幅広くお届けしています。チャンネル登録1万名様を目指してただいま奮闘中。12月30日には活動2周年を迎えるので、その時までに6000名様を突破したいです。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。まずはこちら、手のひらに無限の可能性を、 ASUS Zenfone 9。 テコが待ち望んだハイエンドコンパクトモデルです。片手での操作が快適なサイズ、 5.9 インチ、重さは 169g、 ソックはスナップドラゴン8プラス Zen1。 発熱対策も新しく、強力な冷却システムを搭載。バッテリー容量 4300mAh、 30W 急速充電対応。アウトカメラは2眼構成で、ソニー製の IMX766 をメインカメラに採用。6軸ジンバルモジュールを搭載しているので、動画撮影の手ぶれを軽減できます。生体認証は顔認証と、電源ボタン兼用の側面指紋認証。 IP68 防水防塵お財布携帯対応。マイクロ SD とワイヤレス充電には非対応。 5G はサブ6のみ対応。ドコモの 5G N79 には非対応。 4G は国内主要周波数に対応しています。ナノ SIM 2枚のデュアル SIM 対応ですが、 eSIM は非対応です。対応していない機能はありますが、テコ的にかなり好きなスマホです。ハイエンドモデルのスマホですが、 IIJ ミオが動きました。現在 IIJ ミオで実施されている乗り換え応援キャンペーンに追加され、 RAM8GB、 ROM128GB モデルの公式価格が 99,800円のところ、 MNP で総額 77,800円、新規契約でも 94,800円になります。 RAM8GB、 ROM256GB モデルは MNP 89,800円、 RAM16GB、 ROM256GB モデルは104,800円。公式サイトで買い替え特割クーポンを使用すると 10% オフになりますが、それでも 89,820円なので MNP の方がかなり安くできます。これはお得すぎます。買うしかないですね。次はアクオスセンス7。このチャンネルでも最近ご紹介した機種なので、スペックについてはこちらの動画をご覧ください。価格は MNP で総額 32,800円。 SIM フリーモデルの価格は動画作成日時点だとイオンモバイルしか確認できませんでしたが、 IIJ ミオの方がかなり安くなりますね。続いて HTC デザイア22 Pro、 同じくスペックについては紹介動画をご覧ください。公式価格 64,900円、 IIJ ミオに MNP なら 39,800円。VR グラスとのセット購入の場合、公式価格 114,900円、 IIJ ミオで MNP だと 89,800円。 まさかの VR グラスセット販売もありました。他にも Android タブレットとモバイルルーターの新規契約セットもあり、 Redmi Pad が IIJ ミオギガプランセットで 39,800円、 Oppo Pad Air とのセットは 29,800円となっています。よりどりみどりですね。 IIJ ミオでは加入から6ヶ月間基本料金が440円割引になったり、通話オプションが7ヶ月間410円割引になるので、月額料金はかなり安く運用できますし、データ繰り越しやデータシェアなどの人気の機能も充実しています。ただ混雑する時間帯は速度が遅くなりやすいので、通信品質が気になる方はサブ回線として使ってみるのも良いと思います。
テコは IIJ ミオで全本ナインが安くなるこの時を待っていたので、この発表を知った瞬間に MNP 予約番号を取得しました。もう準備万端です。新たに発表された機種は11月25日から発売開始。特価セールは11月30日までとなります。スマホセールや通信速度の比較などをした動画もあるので、気になる方はこちらもチェックしてみてくださいね。このチャンネルではスマホの性能紹介、お得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画かツイッターのコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。サブチャンネル裏口にもぜひ遊びに来てくださいね。ツイッターのフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね。バイバーイ。